伊達さんはセレナで待っててくれ。だがそれじゃ、その体じゃ真島組を相手にするのは厳しい。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。分かった、気をつけろよ。久しぶりやの、キルちゃん。わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。堂島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるなあ。キルちゃんならわかるやろなあ。おにふハハ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 言うたやろ、ケルちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでいいんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気、大マジやなあ。もうこれ以上焦らすなや、ケルちゃん。
行くで。勝負や。楽しもうやないか。
勝負はついた。はるかを返せ。アホ。死ねや、キリュウ。おやじ。なんで？キリュウちゃんはな、俺の獲物や。この。こいつを追いやるのはわしだけなんじゃ。マジマ、おやじ、おやじ、おい、救急車だ、早くしろや。おじさん、はるか、怖かった、怖かったよ。遅くなったな。すまなかったな、ハルカ。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん。縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？誰だ、キリュウ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ弓お姉ちゃんが。お母さんは、なんでお母さんに会えないの。ごめんね。嫌だよ、お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い、お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげて。ね。うん。大事なお守りだから、これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか。ううん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん顔は覚えてるか。真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を。うん。何者なんだ一体。さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか
事件の中心に置かれていたってことだ。おい待てこら！おやおや、誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か？おう、バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな！なんでそんなことした？おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何？ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが！筋ねえ。柏木の頭が文句言ってきたら組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ、3000万、どうしても用意してって言ったのはお前だろうが。俺のやり方が気に食わねえって言うならお前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや。何もできねえくせに偉そうな口聞くんじゃねえぞ。バカ野郎！てめえ、恩を後で返す気か？すいません、本当にすいません。この詫びは縁故でも詰めて。いらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。ああ、すいません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 。たく、風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます、ありがとうございます。キリュウならこんなことには。まあとにかくしっかりやってくれ。Don't think I'm ready, no, not for that jelly. My honey like Winnie the Pooh. That strawberry got me very